小泉寺ダムは、新潟県上越市小泉寺、関川水系小泉寺川に建設されたダム。高さ47メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、上水道を目的とする、新潟県営の多目的ダムである。ダム湖の名は、小泉寺湖という、新潟県の西部に位置する上越地方では、古くから、 水道水源として主に地下水を利用していた。将来の人口増加を考慮すると水不足に陥ることが明らかになり、新たな水源を確保するため大規模なダム建設を計画。1970年代より、小前寺ダムと柿崎川ダムについて事業が進められた。1971年に予備調査を開始。 建設予定地周辺の地滑り対策工事を施した、後1980年にダム本体工事に着工。1981年5月に小泉寺川の水利権を得て、10月より試験淡水を開始。1984年12月に竣工式を迎えた。1985年には第一条水上が運用を開始し、小泉寺ダム湖の水が、 上水道用水として利用され始めた。同時期に柿崎川ダムも事業が進められ、1973年4月より予備調査を開始し1989年12月に着工、2003年10月22日に竣工式を迎えている。小泉寺ダムは海岸線付近の山合いを流れる小泉寺川に建設された。上信越自動車道上越高田インターチェンジより、 新潟県道63号上越荒井線を海岸に向かって進み、飯交差点を左折。新潟県道200号上正前寺高田線を正前寺方面に向かって進む。あるいは国道8号直越バイパス、加賀交差点により県道63号を南下。道は正前寺ダムの右岸に出る。ダム周辺には駐車場が整備されダム、包みいただきも、 歩道として開放されている高台にはダム所原表や周辺の案内地図を設置しここからダム湖を一望できる省善寺ダム周辺の道路には五千株もの紫陽花が植えられており毎年6月下旬から7月中旬に見ごろを迎える省善寺ダムから下流の集落までの区間は通称アジサイロードと呼ばれその保全は 地元有志らによって結成された、上小泉寺アジサ会が行っている。2001年からは、夜間のライトアップを実施し、多くの観光客を引き寄せている。上越市、大和在脇には、上越市ガ水道局の小泉寺浄水場がある。2.59ヘクタールの敷地に1日あたり4万トンの水を浄水処理できる設備を備えている。小泉寺ダムの水は、 導水管を通じて、ここまで送水され、上越市や三郷市方面に、浄水導水を供給している。柿崎川ダム子より取水市供給している柿崎川、浄水場と合わせ、上越地方の重要な給水設備である。ありがとうございます。